い、皆さん、こんにちは、秋人です。受験数学の第164回目で、今回、誘導的全化式丸一ということで、ここ最近はいろんなパターンの全化式に対して、それらの対処法っていうのを確認してきましたが、これまでのパターンっていうのは基本的にノーヒント、まあ、つまり誘導とかそういったものはなしで出題される可能性のあるものなので、しっかり対処法っていうのを身につけなければいけなかったパターンなんですが、それが全てとは限らなくて、なんか例えばもうちょっと複雑な形になった時に、誘導、ヒント付きで、全化式から一般項を求めてくださいね、みたいな感じで出題されることも、これ結構よくある話で、じゃあこの誘導付き全化式っていうのを見ていきたいと思うんですが、まあ基本的に誘導があるので、なんか誘導に従っていきましょうねということなんだけど、ただこのパターンっていうのも、例えば出題されるパターンだったりだとか、あとそれらの対処法って決まっているので、まあちゃんと紹介しておこうねということで、今回この誘導付き全化式の対処法っていうのを紹介していきたいと思います。で、今回丸1というふうにあるんですが、細かく分けるとパターンって2つあるので、このうちの1つ目っていうのを見ていこうねということで、これを僕は、塊指定型というふうに呼んでいるパターンになるんですが、まあ、要するになんか公式とかが使えたりとか、もうちょっとシンプルな形になるようにうまく塊を見つけてこようねっていう話ではあるんですが、その塊っていうのをこれまでの話は自分で作っていったんですが、ちょっと複雑な形の時にもうあらかじめ用意されているよと。なんか例えば BN っていうのを AN 求めたい時に、なんか AN の式っていうのをもう具体的に問題文でヒントとして与えてくれて、こういうふうにもう問題文で置いてあるようなそういったパターンの対処法っていうのを見ていきたいと思います。はい。で、これに関して一応方法2つ紹介したいと思いますが、方法の1つ目、まあこれは空気を読もうねということなんですが、まあこういうふうになんか AN の式が与えられて、こういうふうな塊を作ると、なんか簡単な形になるよということなので、この BN の形の塊。こいつを、まあうまいこと与えられた式から変形していって作成しましょうねっていうのが方法の1つ目になります。ただこれに関してはある程度空気を読む力が必要で、この BN のこの AN の式に合わせてうまいことこの与えられた全化式を変形していく力が必要で、ちょっと例えば初めて見るようなパターンになると、このうまい塊の作り方とか見えなかったりする場合っていうのもあるんじゃないのかなと思います。で、そういった時にじゃあその空気を読もうねということだけ知っているとちょっと対処が困ってしまうんですが、一応もう一個の方法、この方法1の方が簡単なので、まあそれが厳しかったりとか浮かばなかったりする場合の対処法ということなので、まあ、緊急用みたいなものではあるんですが、一応もう一個の方も知っておくとより安全ではあるので、こちらも紹介しておきます。で、どうするのかというと、結局なんか AN が消去されて BN の式になるので、まあ、塊が作れればいいんですけど、それらが浮かばなかった時はもう自分の意思で AN イコールみたいな形にして、この AN っていうのをもう自らの意思で消去していこうねということで、これが2つの方法になるので、この2つを紹介しておきます。何かこの誘導があるときに塊、BN イコールなんか AN 具体的な式として与えられているよ。こういうふうな塊指定型の誘導が与えられている時の対処法。ここの2つ、BN の塊を作成しましょう。もしくは、方法2としてこの AN を消去しましょうねということで、この2つを紹介しておきます。はい。じゃあ、例えば、どんなものがあるのかということなんだけど、まあ、例えば、まあ、初項が1。で、AN たす1っていうものが、AN マイナス5分の AN マイナス9みたいな。例えばこういったもの。まあ、これ分数の形はしているんですが、この分子の部分、例えばこれ AN とか2倍の AN みたいな感じだったら、これ逆数取ればうまくいくんですが、今回この形で逆数取ってもうまくいかないので、まあ、例えばこういった時に何らかしらの誘導がつく場合が多いです。で、例えばどんな感じで与えられるのかというと、じゃあ BN イコール AN マイナス3分の1に対し、この BN を求めようみたいな。例えば。で、これで括弧2番で AN を求めようみたいな。こういった感じで、なんかちょっと複雑な形が与えられているときに、こういうふうに BN っていうのをこの具体的な塊を作ってあげるとうまくいって、そこから AN が求められますよ。こういうふうな、誘導がついているパターンで具体的な塊をしている、指定されているような、こういったパターンを見ていきます。はい。じゃあとりあえず方法1ということで、見ていきたいと思いますが、じゃあ今回この BN イコール AN マイナス3分の1というような塊で見てあげるとうまくいくよということなので、この全化式 AN たす1イコール AN マイナス5分の AN マイナス9、こいつをうまいこと変形していって、この AN マイナス3分の1っていうのを作っていきたいと思います。はい。とりあえずこれ AN に対して3を引くよというふうなものがあるので、じゃあこの AN たす1に対してマイナス3っていうのを用意してあげると、bn たす1に近づく形になっているので、じゃあ両辺3を引いてあげましょうねと。an マイナス9。まあ、こうすることによって塊ができそうだ。塊の形に近づきそうだと。じゃあこのマイナス3倍したものを、これ分数まとめてあげると、an マイナス5分の an マイナス9からマイナス3倍の分母 an マイナス5をかけてあげて、括弧の an マイナス5。
an マイナス5分の an とマイナス 3a なのでマイナス2の an マイナス9と15マイナス9たす15なのでプラスの6で、こうすると特に分子の部分ってマイナス2でくくることができるので、これ an マイナス3ということで、まあだいぶそれらしい形 an マイナス3っていうのとこの an たす1マイナス3みたいなのが出来上がるので、これだいぶこの bn の形に近づきました。あとはいえまだ an マイナス5みたいなのがあるので、このまんまではまだうまくいっていないんですが、とりあえずちょっとそれらしい形に近づいたよと。はい、じゃあ今回は、ここから先どういう風にしていくのかというと、これ逆数を取っているので、じゃあこの an たす1マイナス3に対してこれ逆数取りましょうと。 an たす1マイナス3分の1イコールマイナス2分の1、まあマイナス2の an マイナス3に対して an マイナス5、まあ、これ逆数取っちゃってるので、ちゃんとした議論するためにはこれ元々の分子にあったものが分母に来るから an が3でないよということをちゃんと確認しなければいけません。まあ、とはいえこれ3というふうに仮定すると、まあその次も3みたいな感じになっていて、今回初項1なので、最初の a1-3 っていうのがマイナス2で、そこからその3じゃないものを入れてあげたら、まあ当然3じゃないものが出てきたりして、それを繰り返していくだけなので、まあ基本的にこれ3じゃないよということが確認できて、まあこれらの議論を通して、まあ一応ちゃんと逆数を取りましょうねというような、まあこういった議論は必要になってきますが、一応こういうふうな形でBN の形っぽいものを作成することができます。はい。で、まぁ、今回このマイナス2ってのは、マイナス2分の1ということで、一回こっちにちょっと分けてあげましょうか。AN マイナス5。このマイナス2をこういうふうに分けました。で、特にここ、こっちが AN に関して一次式。こっちも一次式なので、まぁ、分子の次数下げ。1足すっていうので、分子の一次式を0次式にすることができます。定数にすることができるよと。これ an-3 っていうのがあらかじめあるので、これ -2 っていうのが残るんでしょうか。こうすると an-3 -2 で -5 が出来上がるので、こういう変形ができました。はい、なのでこのことで無事に準備がおしまいで、 an-3 分の1に対して今回ここの部分っていうのがちょうど bn+1 という塊になっているので、じゃあ bn+1 イコールマイナス2分の1に対して1足す、これ an-3 分の1に対してマイナス2倍しているので、これっていうのは bn をマイナス2倍、まあもともと分子1なんだけれども分子マイナスになったのでマイナス2倍しているから、まあここがマイナス21マイナス2の bn というふうになり、まあこれで bn の全化式を作ることができました。はい、なのでこのことから、じゃあ bn 足す1っていうのが、まあ、これ展開してあげると、マイナス2分の1とマイナス2で打ち消しあって、bn。これマイナス2分の1と1なので、マイナスの2分の1というふうになり、まあ、これで bn という塊を作ってあげると、今回、等差数列の形になるので、まあ、ここから bn が得られるよと。こういった感じで何か塊が指定されているときに、今方法1を確認しましたが、塊を作成しましょうと。今回で言うと、an-3 分の1という塊ができるはずなので、じゃあまず3を引いて、そうするとそれっぽいのが出てきて、さらに逆数の形なので逆数を取って、あとちょっと形になるようにちょっと調整していって、それでこういうふうに bn の式で表すことができたよと。これが方法1になります。で、さっきも言ったように、まあこういうふうに塊を作成するのはちょっと空気を読む力が必要で、マイナス3があるからマイナス3をする。まあちょっと分子まとめて整理したりとか、逆数あるから逆数がある。で、特にこの an-5 の対処法に対して、じゃあ分子の次数下げをしようみたいな、まあちょっとこういう塊を作るための工夫みたいなのが必要だったりするので、まあちょっとしたそういう力が必要になってくるから、まあこの方法1っていうのはちょっとそういった力必要になってくるよと。で、例えばこれがちょっと難しかったりとか、例えば試験上模試とか受けてるときにこれ浮かばないことで全然あるんじゃないのかなと思うんですが、それ浮かばないときでも、まあ多少面倒にはなる方法ではあるんですが、確実なのはこの方法に A の消去という方法になります。なのでちょっと一旦この回答の続きを行く前に、ちょっと今度方法2の方で、じゃあこの塊の作成 BA の式を作るところまでやってみたいと思います。はい。今回これに対して、bn っていうのは an-3 分の1というふうになっているので、まあこれ一回分母払ってあげると、an-3×bn イコール1と。で、今これ an イコールという形にするので、an-3 イコール bn 分の1。まあ一応ここでも厳密には bn は0にならないよみたいなこと。まあこれまあ1をこの数で割っているので an が3じゃなければ、まあ1を何かで割った時に0になることはないから、まあちょっとそういった議論は必要ではあるんですが、bn は0じゃないので bn 分の1みたいなのを作れます。
まあ、結局これから AN っていうのは 3+BN 分の1ですよというような、要するにまあこういうふうな置き換えをしようねというふうに与えられているんだよというふうに変形してあげれば、これで AN を消去することができます。で、実際じゃあ今回やってみると、AN イコールというふうな形で代入してあげれば、この左辺は AN 足す1なので、3足す B、N 足す1分の1、イコール、こっち側 AN っていうのが3足す BN 分の1、マイナス5。こちらは3足す BN 分の1、マイナスの9。これ整理してあげると、3に対してマイナス5だから、マイナス2足す BN 分の1。3に対してマイナス9なので、マイナス6足す BN 分の1。じゃあこれ分子分母 BN かけてあげると、マイナス2の BN プラス1。こっち BN かけると、マイナス6の BN プラスの1という風になり、まあ、とりあえずこういう形になりました。はい。で、まあこれ BN の係数が両方とも負になっているのはちょっとあれなので、分子分母をマイナス1倍してあげると、BN マイナス1分の6倍の BN マイナス1。分子マイナス1倍して2倍の BN 引く1。分母マイナス1倍して分子もマイナス1倍すると6倍の BN マイナス1というふうになり、こういうふうになります。はい。じゃあ今回 BN 足す1イコールというふうな形にしたいので、じゃあこの3を移行してあげると、BN 足す1イコール2倍の BN マイナス1の6倍の BN マイナス1、マイナスの3。これ一つの分数にまとめてあげると、2倍の BN マイナス1、6倍の BN マイナス1から3倍の2倍の BN マイナス1。こうすると2倍の BN 引く1で、6倍の BN 引く6倍の BN で消えて、マイナス1、マイナス3とマイナス2なので、プラスの3、マイナス1たす3なので、これが2というふうになるよと。すなわち、今の情報から BN たす1分の1。よって、BN たす1分の1っていうのは、2倍の BN マイナス1分の2というふうに得られるので、じゃあこれ BN たす1というふうな形にすると、逆数取ってあげれば、BN たす1イコール、分子分母をひっくり返して、2倍の2の BN 引く1。BN たす1っていうのが、BN マイナス2分の1ということで、当然先ほどと同じ結果ではあるんですが、こういうふうに BN の式が得られました。はい。ということで、これが方法2の方で、AN を消去しましょう。じゃあ今回で言うと、BN イコールこの形があるから、じゃあこれをもう一回 AN イコールの形に直して、全化式に代入して整理していこうねというふうにやっていくと、同じ結論が得られます。まあ、さっきの今見てくれたらわかると思うんですが、方法1と方法2。方法1の方が全然楽ではあるんですが、ちょっと空気を読む力が必要です。こういうような塊どういうふうに変形していけば塊ができるのか。ただ方法2に関してはそういう力は全然いらなくて、ちょっと計算はめんどくさくなるんですが、もうこれ全部代入して、あとごちゃごちゃ普通に変形していけば、なんかうまくいったなというような感じで、まあ、この基本的には方法1で考えてみて、ちょっとそれうまくいかなかった時の、ちょっと緊急手段としてこの方法2、2つも押さえておくと、割と対処できる可能性ってのはあるんじゃないのかなと思うので、一応2つ紹介しました。はい。ということで、まあ、とりあえず今回もこの誘導に乗りましょうということで、まあ、ここまでいければあとは十分かと思いますが、一応この後の流れも、じゃあこれ誘導乗った後どうするんだっていうことも含めて確認をしていきましょう。はい。ということで、じゃあ今回、まあ、方法1、方法2、どちらにしろ、とりあえず、BN たす1、イコール BN マイナス2分の1というふうにたどり着いて、まあ、ここから先はもう手なりに処理していくだけではあるんですが、まあ、今回これ、等差数列になってます。BN っていうのは、初項が B1 たす、交差がマイナス2分の1の等差数列なので、公式使ってあげて、交差マイナス2分の1の N マイナス1。B1 っていうのは、今回 BN をこういうふうに置いているので、A1 マイナス3分の1、マイナス2分の1の N マイナス1。今回 A1 は1なので、1引く3分の1。だからマイナス2分の1。で、これ展開すると、マイナス2分の 1N、ここがプラスの2分の1。で、この2分の1とマイナス2分の1が打ち消し合うので、これマイナス2分の n というふうになります。はい。じゃあこれで bn を求めようということに関して、じゃあ bn はマイナス2分の n だよというふうに得られました。じゃあ今度、括弧2番。まあ、こういうふうに bn って塊で見るとうまくいくよということなので、じゃあこの塊を元々の形に表してあげると、今分かったことっていうのは bn、すなわち an マイナス3分の1っていうのが、マイナス2分の n ということが分かったので、あとはこれを変形していって n の形に直してあげればおしまいです。じゃあ、括弧2番、これ逆数取ってあげて、じゃあ逆数取ると an-3 分の1、
あ、an-3 っていうのがこっち側逆数とってマイナスの n 分の2ということから an っていうのは3マイナス n 分の2ということで、これで一般項を求めることができたので、まあ、こんな感じで、まあ、元々の段階でちょっと複雑だったんだけど、こういうふうに誘導を従うことによって最終的に an が得られるよ、こういったものを誘導付き全化式というふうに言いますが、今回は bn を an の式、具体的な形で与えられている塊指定型の対処法、方法1、方法2ということで確認しました。はい、ということで今回はここら辺でおしまいにしたいと思います。で、今回まあパターン1だったんですが、もう一個のパターン、パターン2の方もありますので、次回はこのパターン2の方を見ていきたいと思います。とりあえず今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。